まりました、メカニック TV。 今日は水曜日。今日のおすすめ工具、じゃん、ハンマー。なんかこんなんをこんなちゃんとした企画で進めてもいいのかなと思うんだけど、まずこのハンマー、まずもう壊れちゃう。こっちにプラスチックのタイプのハンマーがついてたんだ。プラハンと普通の、結構プラハンも使うからさ、これもどっか行っちゃったけど、なんでこれをおすすめするかっていうと、私これ整備士1年目の時に支給された工具で、まあ愛着もすごいあるからちょっとおすすめしたいなと思って、でハンマーを買う時のポイントとして、まあ、私本当これ壊れちゃったけど捨てずにずっと使ってるんだけど、わかるかな、もう今整備士8年、丸8年って9年目なので、ここへこんでんのわかる、なんでここがへこむかっていうと、意外と整備士やっててハンマーを使う時ってここってあんま使わないんだよ、意外とここ使うの。なんでかっていうと、基本ハンマー使う時とかってボルトが硬くて手で緩まないとかいう時にハンマーが出てくるんだけど、ボルトはめます、手で硬い緩まないっていう時にここを叩くの、ここを叩くと緩むわけさ。でここで叩くって言うとここは当たんないから、基本ここで叩くの。だからここはへこんできて、どん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 いずれ多分細くなって折れるんだろうけど、ここを見ると、ああ整備頑張ってきたんだなと思うから、ちょっと捨てずにいるんだ、捨てられずにいるんだけど、ここで叩くっていうのが重要なの。だからこの絵が、私1個持ってるの、これ木のタイプのハンマーだとここ使えないんだよ、使っても木だからすぐダメになったり、あんま力が加えられないから、ハンマー何買おうかなと思った時にポイントとして、ここが木じゃないやつを買うとここも使えるから便利で、プラハンも、まあ、分かんない、ここ本当プラスチックのハンマーついてるんだけど、結構プラスチックのハンマーを使うこともあるから、これはほら両方ともなので、ハンマーを取ってここが木じゃないこととプラスチックのハンマーがついてるといいかなということで、ハンマー選びもいろいろポイントがあるので、ぜひチェックしてみてください。